はい、今ねキュウリの苗がもうすぐ植え時で、根がね若干足りない、根っこの量がねこんな感じです。もうちょっとねまんべんなくびっしりと来てほしいところなんですけども、若干足りない時に、ちょっと液肥を使います。その液肥が今回2種類ね同時にやってみるんですけども、ホストップとメネデール、これあんまりね組み合わせてやることはなかなか少ないかと思うんですけども、ね短時間でちょっとね根が伸びたなっていう実感を出したいときにこの2つを合わせると結構効果が今まで ありました。で、倍率の方がホストップはこれ、500倍から1000倍っていう風に書いてあるんですけども、ホストップは1000倍でいい感じです。で、メネデールこっちは約100倍って書いてあります。こちらもここの部分用法に100倍、50倍から200倍ですって書いてあるんですけど、200倍の場合はあんまりね効果を感じられないので、きちっとね100倍で十分かなというふうに思います。はい、でねペットボトルに薄めるときに、ホストップだと 500ml で、0.5mm で1000倍になって、メネデールだと 500ml で5ml で100倍になります。じゃあまずねこっちメネデールの方よく振って、これ、キャップの薄め方で 10ml ってあって、1リットルで100なのでその半分 5ml でやります。キャップの半分ぐらいですね。で、こんなもん入れます。じゃあこいつは色がないのでねちょっと分かりにくいですけど、で、ホストップこれもよく振って、 0.5ml ってねすごい微妙なんですよね。 1ml 入れるともう1000倍じゃなくて500倍になっちゃうんで、ほんのちょっとあ入れすぎ、こんなもんの誤差の範囲なんですけどね、ちょっとこんなもんですかね。はい、まあ、ここら辺は量が多くなるときっちりできるんですけど、正直ね 0.5ml って難しいんで、まあ、こんなもんで結構あんまり問題は出ない感じです。はい、よくね混ぜて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 、はい、しっかり混ざりました。じゃあね根がこれだけの状況からどこまでいくか、ちょっとね今しんなりしてます。しんなりしてる方がしっかりと吸ってくれるし、根はね乾いた時に、土が乾いた時にグッと伸びるので、こういうね若干苦しいっていう葉っぱの、水が足りなくて苦しいよっていう葉っぱの状態、この時に与える方がいいですし、普段からこういうね1日1回程度こういう風にね若干苦しいっていう状況を作ってやった方がよく根は伸びる感じです。じゃあやってきます。やる量はポットの底からちょろっと出るぐらい。もうちょっとやっていいですね。あ、出てきましたね。ここ出てます。ポタポタと。これぐらいで OK です。はい、じゃあねこれでホストップとメネデール効果をしっかり実感していきたいと思います。頻度はね
毎日やると、ホストップって結構、強力で、薬害っていうのはそこまで感じていませんけども、頻度をね、毎日やってしまうと、この地上部のね、生育がピタッと止まるぐらいね、窒素の吸収を止める効果がある感じにやっててね、体感してます。なので、3日に1回ぐらいでね、十分ですね、この2つの組み合わせ、今の濃度でやるのは。はい、そんな感じで、結構ね、お手頃というか、使いやすい、薬害の出にくい、結構根の増える、やり方になりますので、ぜひね、やってみてください。また結果はね、動画で撮ろうと思いますので。